皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。MLB、ドジャース、マリナーズ、日本時間20日、ロサンゼルス。ドジャースの大谷翔平投手が披露した、危機察知能力が話題になっている。19日、日本時間20日、は本拠地で行われたマリナーズ戦に1番、指名打者で出場。初回の第1打席で左安打を放ったが、直後に牽制で誘い出された。 今日殺されそうになったが果敢にタッチを交わして一塁に起類したシーンに注目が集まっている実際の様子牽制で挟まれるも果敢にかわす大谷翔平中年のダイビング起類まさかの光景だった米放送局フォックススポーツは彼は何でもやってのけるとして公式 X 旧 Twitter） に映像を公開 右腕を懸命に伸ばして頭から起類するシーンに、投げる方の腕でしてほしいことではないなちなみに、全部彼に任せて、他の選手なら全員、二塁間でアウト、彼は悪い時もいいなどの言葉が集まった。一、二塁間に誘い出されたため、アウトかと思われたシーンだったため、牽制に引っかかり、すごい運動神経を見せつける大谷翔平、これでセーフになるんだからさすがやなどの声も上がっていた。 これにはドジャース放送局スポーツネットロサンゼルスも反応実況のジョー・デイビス氏が「大谷があと1日生き延びました」と表現すると解説を務めるのマ、ま、ー、あ・ガルシア・パーラ氏は「かのような大きな男はタッチをなかなか避けられないものですよね」と話して驚いていたどう思いますか気に入っていただけると嬉しいですまた次回お会いしましょう